カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は旅先で意気投合した家族のお家に遊びに行ったらとんでもないことが次々と起こるホラー映画胸騒ぎという作品をご紹介いただきまして、本当にいいタイトルですね。なんか胸騒ぎ見ました。ご覧になりました。はい、胸騒ぎ、歯磨きをする音が、ね、聞こえるシーンがあったじゃないですか。はいはいはい、もう歯磨きの音ってもう日常聞いてますけど、あんなに恐ろしく響くんだなっていうことを思って、ね、すごい映画でしたね。なんか、ねもうはい、ね、あのシーンは最悪でしたね。最悪でしたね。なんか、ね、ホラーってその嫌な予感を延々と味わう時間をまあ楽しむみたいなことはあると思うんですけれど、はい、この胸騒ぎというタイトルよくつけたなと思いました。この放題で苦手な人と会うとか、なんか気がかりなイベントがある時とか、私は結構その直前に一番気持ちが落ち込むタイプなんですけど、その気持ちの落ち込みをもう映画の時間中ずっと味わうみたいな、そんな嫌さがありました。まあ、映画だとそれが娯楽なんですけどね。そうですね。でも本当に嫌な思いをしにこの映画をみんな見に行くんで、はいはい、嫌であればあるほど、まあ、それは楽しいんですよ。そうなんですよ。でも、ね、もう近年見た映画の中で一番胸くそが悪かったですね。はい、そう胸くそですよね、タイトルね。そうですね。ね、なんか私はちょっとすいません、今週ちょっと見る時間作れなかったんですけど、ちょっと映画とずれちゃうかもしれないんですけど、うん、先週こう紹介してもらう中で侵略される、うん、する人は侵略しやすい人を探しているみたいな話があったじゃないですか。はい、で私そのありとあらゆるその X のアカウント見るのめっちゃ好きなんですよ。うん、パパ活してる女性のアカウントとか、共同親権に賛成してる人のアカウント見るのとか、うん、なんか自分と違う人の意見とか見たいとか思って見てるんですけど、うん、なんかそういうこう SNS において主義主張するのが、それが自分が賛同できる、うん、できないに本当関わらず、うん、主義主張し、うん、が上手くてフォロワーを獲得するのが上手な人種っていうのがいて、うん、はいはい、はいはい、そういう人たちはかなり侵略しやすい人をなんか見抜く選球眼があるんだなっていうのをすごい考えてた1週間でした。だからまだ自分も紹介の念だけでまだ見れてないのにあれですけど、うん、なんかそういう人ぜ、はい、集めてみんなで見たらなんかこう反省するんじゃないかって。自分もちょっとね侵略する側の性格ではある自覚があるから、なんかこう相手をこうなんだろうな、なんか説得するのとかがうまいタイプの自覚があるんで、なんかぼんやりこう考えながら生きてたんですけど、そう、なんか胸クソなんだとしたらこうみんなでちゃんと反省できるかもしれないから、みんなで言った方がいいかも。いや、この映画ね、この胸騒ぎっていうか、さっきの歯磨きのシーンはね、映画館で見たときはね、爆笑だったんですよ。だから一番悪い嫌なものを見るときって結構笑うんですよね。そうですね。でも某のときめっちゃそうだった。私は、ね、はい。そうそう。爆笑しちゃった。某は恐れ、ね、はい。ここまでやるかっていうね、笑いになるんですけど、はい。だこの胸騒ぎって映画の中で、ある刑罰が出てくるんですよ。はい。刑罰が、それは古代から世界各地で行われた刑罰で、刑罰の中で最も重い、最も悪い人を、まあ、罰する、まあ、刑なんですね。それが言えませんけど、はい、この映画で誰がその刑罰を受けるかってことなんですよ。はい、その人が一番悪いんですよ、この映画の中で。わあ、本当にその主人公の性格だったり、はい、善良な性格だったり、はい、振る舞いによるものなのかなと思ったりするんですけど、はい、まあ、それがちょっと関係する部分があるのかなと思うんですが、すごく、ね、私は割と素直で、聞き分けがいいタイプの人間としてやっていきたいなと思っていたところがあるので、うんうん、本当に身に染みる話でした。はい、
そうだって 見た上でレンゲちゃん今日朝一で、はい、私ホームパーティーとか誘われたら行っちゃうんだよなって言ってて大丈夫かもう本当に人の家誘われたりとか明るい人が声かけてくれるの本当嬉しいんですよ、ね、私も大好き、うん、そうなんですよね自分からそういうのはあの僕も実はあのされてる方が楽なんで、ね、そうそう来てもらう方が楽ですもんね、うん、そうそうでもぐいぐい来られて知らないうちにね心を侵略されてるんですよ本当にね、気をつけた方がいいですね、はい、あの何されても何もね文句言わないのがね日本人のいいとこでもあるし悪いとこでもあるんで、うん、本当に気をつけましょうというね胸騒ぎだったですね、はいはいはい、映画胸騒ぎ今週5月10日金曜日公開です、はい、ぜひご覧ください。はい、まあ、ちょっと気をつけてください ね強烈なシーンがありますので、はいはいはい、で今日あの紹介する映画楽しい映画ですよ、はいはい、チャレンジャーズという映画です。アメリカ映画です、うん、はい。はい、もう後ろでこう EDM ガンガンなってますけど踊り出しちゃいますね、なんかおしゃれね、クラブみたいなね、そうです、感じなんですけど、これチャレンジャーズってのはテニス映画です、はい、ほう、チャレンジャーというね実際にそのトーナメントがアメリカであるんですよ。アメリカって世界中であ るんですけど、うん、それで対決する2人の、男性の、まあ、テニスプロテニスのプレイヤーがいて、その対決を描いた映画なんですが、その2人が対決するところから始まるんですよこの映画。ほう。で、その対決しているこの2人の関係は一体何なのかということが、まあ、フラッシュバックっていうんですが、まあ、回想でね描かれていくというね、これねあれですよ、アニメで、はい、あのファーストスラムダンクってありましたよね。はい、はい、見ました。面白かった。うん、面白かったでしょ、はい、ね、あれ基本的に1試合の最初から最後まで見せるじゃないですか、はい、ね、一つの映画の中で1試合なんですけど、はい、その間に、このメンバーはどうやって集まったのかとかね、うん、この人たちの関係はどうなのかとか、うん、彼自身が抱えているトラウマは一体何なのかってことが一つの試合の中で差し込まれていくじゃないですか、はい、あれと同じ形式ですこの映画チャレンジャーは。チャレンジャーズは、なるほど、はい、で、これ、まあ、戦ってる2人はですね、男性で32歳ぐらいの、2人なんですけれども、うん、1人は非常にワイルドでですね、うん、流れ者みたいなテニスプレーヤーなんですね、うん、なんというか家もないんですよ。お、車の中で暮らしてるんですよ。はいはいはい、はい、でどん底なんですけども、はい、その彼がそのチャレンジャーというトーナメントに出るんですが、このチャレンジャーというトーナメントはタイトル通り挑戦者ですから、はい、まあ、全世界 の, そのランキングで400位とかそのぐらいのどん底の人たちもそこに出れるんですよ。で出て勝ち抜いていけば優勝していきなりスターになれるかもしれないというね、は非常にそのなんていうかチャレンジングな何言ってんだ、まあ、そういう、まあ、試合なんですが、でところがもう一人の方はそのチャレンジャーにはちょっと向いてない人が出るんですね、うん、この人はもうほとんどグランドスラムって、まあ、世界中の有名な、まあ、試合全部で勝ったことがあるというね、うん、まあ、プロテニスプレーヤーの、まあ、頂点にいる人なんですけれども、うん、はい、ちょっといろいろな問題があって引退を考えているんですよ。うん、でそのマネージャーでコーチの、奥さんが彼にやる気を出させるためにその、まあ、ちょっと自分よりもレベルが低い人たちが出るそのチャレンジャーに出して、はいはい、優勝して勢いをつけようとしてるんですね、うん、っていう話なんですよ、はい、で、最初に言ったそのなんていうかホームレスの、プロテニスプレーヤーはパトリックという男で、はい、アートというのがそのまあプロテニスプレーヤーでトップにいたんだけどもちょっと挫折しかかってる彼なんですね、うんうん、でこの奥さんを演じる人がね、奥さんがタシさんという人なんですが、奥さんを演じる人がゼンデイヤというスターなんですが、ご存知ですか？もちろん、はい、なんか私は写真を見て、はい、あら見たことあるはずっていう感じでした私は、うんうん、もちろん知ってるっていうよりは、はい、私はスパイダーマンで見ました。あ、スパイダーマンか、はい、スパイダーマンで、まあ、主人公のピーター・パーカーの恋人を演じてる人なんですね、うんうん、この人はうちの近所の出身なんですよ。あら、
オークランド出身なんですか？はい、はい、オークランドのフルーツベールというね、ちょっと治安が悪いとこではあるんですけど、そこの学校の先生の娘さんだった人なんですよ。へえ、はい、で結構中学高校ぐらいから有名で、もうテレビとか出てたんでね、はい、まあ、天才少女だったんですけど、はい、今はねもう本当にファッションモデルとしてもトップクラスだし、俳優としてもね、この映画自分でプロデュースしてますね。そうなんだ、はいはい、まだ27歳かなんかなんですよ。お若い。なんかそういう俳優さん増えましたね、作品にもしっかり携わるっていうね。最近そうですね、バービーなんか、ね、マゴットロビーさんはね、はいはい、全部自分でプロデュースしてるし、哀れなる者たちのエマストーンさんも、全部自分でプロデュースしてます ね、はい、だもう全部自分で、まあ、自分の言いたいことが言えて自分の、まあ、技が出せる、ね、映画をプロデュースしていくっていうのは、まあ、今のハリウッドの流れなんですけども、それにしても若いんですよ、27では。はい、まあ、すごい今一番の、まあ、トップスターがこのゼンデイヤさんなんですけども、はい、で彼女がその、まあ、奥さんの役をやってるんですね、はい、32歳の役をやってるんですよ、自分より5歳のもう年上のね、はい、でこの映画ね、最初に彼ら3人が出会った18歳の時から話が始まるんですよ。うん、18歳から32歳まで演じてて、まあ、演技もすごいですね。長いな、はいはい、でこの戦ってる2人は実は昔は親友で幼馴染だったことが分かります。うん、はい、パトリックとアートは一緒に寄宿学校で暮らしててですね、パトリックがそのアートにオナニーの仕方を教えたって話まで出てくるんですよ。へー、大親友すぎる、ね、親友すぎるだろうっていうね、一線超えてるわけですけど、はい、でなぜそれが戦うことになったのかって、戦う時もものすごいもう相手をもう本当に潰す勢いで戦うんですよ、この二人が。で、ゼンデイヤさんは実は、まあ、タシという役名なんですが、はい、18の段階で、まあ、スーパースターで、自分のそのファッションブランドまで持ってると、お、あとコスメのブランドも持ってるというぐらいの世界的なスターだったと、はい、テニスプレーヤーとしてね、はい、で彼女を、まあ、2人ともこのパトリック君と、アート君は好きになっちゃうんですよ。でナンパするわけですが、パーティーで、ね、で部屋に来るかな、来たらいいなとか2人で言ってるんですよ、ホテルで。と彼女現れるんですよ。おで現れてね、キスしようよって言うんですよ。あら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 、どっちとっていうと、ね、写真にありますけど2人並んで、本当だ、ね、全然は挟んで2人で並んで、パトリック君とアート君が、でキスするんですけど、同時キスですね。そうですね、両手に花じゃないですけど、ね、うん、こんなウハウハみたいな状態あるんだって、ねね、ほっぺじゃなくて口3つの口をくっつけて、あ、3つの口で、へ、レロレロのディープキスをする。なんかこっちにね来てる資料だと、うん、なんかタシの首元にね2人が同時にキスしてる、なんかまだちょっと可愛い感じの、そうですね、まだ可愛い感じなんですけど、うんうん、三つどもえのね、あらら、ディープキスをしてると、ゼンデイヤさん、タシちゃんね、そこからスッと引くんですよ、身を。ほう。そうするとこのパトリックとアートが2人だけでディープキスしてる状態になるんですよ。はらばー、なんかあれ目的があってなっちゃいません、ね、でも2人からしたら、あれあれタシちゃんいないって、あれあれっつって、いや気がついてないんですよ、夢中になって、あらららあら、でそれをタシちゃん、タシちゃん見ながら、あらってやってんですけど、悪い女や、 BL で読んだことがありそうって思っちゃった。ありそうでしょ。はい、あんたら本当はできてんじゃないのみたいな、この三角関係のドラマなんですよ。へえ、なるほど。でこのタシちゃんはその後、まあ、パトリックとアートが戦って、パトリックが勝ったんでタシちゃんと付き合い始めて、うん、でその後でもこのタシちゃんは膝の怪我で、はい、プロテニスを引退するんですが、はい、その時にパトリックは彼女を助けなかった、でアートが助けたんで、うん、アートと、まあ、結婚するんですよ、うん、でところがこの3人はその後も関係が続いてて、うん、取るか取られるかって関係になってくるんですよ、あら、それでこの試合に臨むんですね、三つどもえの戦いになってくるんですよ、私のためにってやつじゃないですか。そうなんですけども、ね、
この二人もなんか怪しいんですよ、男同士も。はあ、そうか。本当不思議な、なんかこう、入り乱れてるんだ、三人しかいないのに、うん。そうなんですよ。で、どうしてこういう映画になってるかっていうと、二つの理由があって、まず一つは監督がですね、うん、ルカ・グアダニーノという監督なんですね。はい。この人は、君の名前で僕を呼んでという映画の監督なんです。うん。それはティモシー・シャラメ君が、高校生で、大学生の男性と、性的体験をするという、まあ、エロチックなラブストーリーだったんですよ。はい、うんうん、あの、まあ、BL ですね、はいはいはい。男性同士の。で、このグアダニーノ監督自身もゲイなんですね。うんうん、だからこの映画ね、シャワーシーンとか、うん、まあ、控え室、ロッカールームとか、サウナとかで、僕アメリカで見たんですが、はい、いっぱいあのブラブラが見えました。はい、ブラブラが、ね、ブラブラ。そう、なんか日本はどうなのか分かんないですけど、ね、これ全部見えてるよと思いましたけど、これは監督の趣味だと思いますけどね。はい。でもう一つ、このなんていうか三者の三つどもえのなんか恋愛関係っていうのになった理由は、これ脚本がですね、はい、ジャスティン・クリツケスという人なんですね。うん、でこの人はこれが初めてのシナリオなんです。へー、それまで YouTuber とかやってた人なんですけど、はい、この人は前に このコーナーで紹介したパストライブスという、はい、パストライブス再会という映画の、まああれセリーヌ・ソンさんというね、女性が監督して、自分自身にあったその韓国に幼馴染がいて、それでアメリカに移住して、うん、その後結婚して旦那がいるんだけど、そこにその韓国からイケメンの幼馴染が訪ねてくるっていう映画がパストライブスだったんですね。はい、その旦那の方なんですよ、この脚本書いてる人。おお、そこで伏線回収じゃないですけど、わどういうね、うわすごい、待って、どんな気持ちで書いてんの、ね、どんな気持ちでって思いますよね、うん、じゃあちょっとそのパストライブス再会の中では、その、はい、監督セリーヌ・ソン監督の実体験として、はい、その女性を、はい、まあ、中心に一人の女性とね、一人の女性と二人の男性っていう映画でしたけど、うん、はい、なんか実体験みたいなことがかなり、ね、チャレンジャーズにも生かされてそうですね。そうなんですよ、だからほとんどあのなんていうか1年ぐらいの間を置いて、はい、夫婦なんです ね、 あの奥さんと、ね、あの夫がそれぞれに自分たちの関係を書いてるんですよ。うわ、ね、これなんか喧嘩と取るのかイチャイチャと取るのかみたいなね。確かに、まあ、でも上手してるからイチャイチャでいいんじゃない、まあ、イチャイチャとして書いてるのか、ね、いろいろあったけど俺たちはもう夫婦ですよっていうことなのかな、だと思うんですけどね。気になっちゃうな、すごい。であっちのパストライブズの方もその韓国から来た彼と、はい、あの今の夫、元彼とその今の夫がすごく仲良くなるじゃないですか、はいはい、ね、でこっちもだからなんかすごくその全体を取り合う、取り合ってテニスの戦いをするんですけども、はい、この二人もね、なんかね本当はできてんじゃねえのみたいなとこで、すごい変な映画ですよ、ね、これ。だって三角関係ってものって基本一人一矢印しか持ってないから面白いのに、うん、なんかみんな二矢印持ってない、うん、確かにありって感じですよね。ね、そうなんですよ、不思議すぎる、何関係になるんだろう、ね、ね、ね、でね、しかもね、これずっと話がこう展開していくから、最初このアートっていうその、まあ、旦那さんの方が真面目な、まあ、彼なんで、はい、観客はちょっと応援するんですけども、うんうんうん、このパトリックの方もこの要するに、まあ、全体を取られちゃったんで、それで挫折してホームレスみたいになっちゃってるんですよ。あ、そうか、訳あってだったんだっていうね。だから彼の方も応援したくなって、彼はこの、まあ、再起をかけてるわけですよ ね、うんうんうん、ね、だからね、すごく見てるうちにどっちを応援したらいいのか、あの観客がパトリックかアートかってことで揺れ動くんですけど、うん、これは全然の気持ちになってるんですよ、観客が。はあ、どっちを取るのっていう、私はっていう、うわ、私はって俺が言うことでね、62歳のおじさんが、はい、私あのファストライブスを見た時に、あの好きなセリフちょっと一語一句たがわずは無理だけど、あの、はい、
まあ、よくその来世で結ばれようみたいなのがあるけど今が前世なんじゃない、はい、みたいな、なんかセリフというかシーンがあってすごい素敵だなって思ったんだけど、ね、見終わった後にこれ夫見たら嫌じゃないとも思ったんです、はい、その時に、はいはい、その妻が作品の中で今が前世かもよって言ってるみたいなのってちょっと嫌かもなと思ったんですけど今世の俺はどうなるんかいどうなるんだって言ってねこの中のセリフでもこれ聞いて妻どう思うんだろうってめっちゃ考えちゃうかも見たらあでもすっごいなんか彼女を女神のようにあの扱ってる映画なんでこれは撮りに行ってる側の話ですもんねそうそうそうそっかそっかじゃあ奥さん嬉しいんじゃないかなんかその ねこのあとね、はい、この映画ねそれも変なんですけど、ね、今音楽ずっとかかってるじゃないですか、はい、ずっと EDM でドク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 これがずっとかかっててなんかね本当にクラブにいるみたいな感じなんですよ映画自体がで試合シーンは分かるんですよ、白熱した試合なんで、この音楽はただこの男女関係のその駆け引きとか相手の心の読み合いとかしてる時もこの音楽はかかるんですよどういう意図なんですかね多分ね試合もバトルだけど、うん、恋愛もバトルだっていうことを言いたいんだと思います、はい、なるほど落ち着かねえなこの映画と思いましたけど、ね、そうですねでもそれぐらい緊迫感持って ね取り合ったんだドク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 ってなってるから、ね、であとね、はい、テニスシーンがすごいんですよへこれねこんなもん初めて見ましたへあのねカメラが、はいうん、テニスボールの視点になって飛んでいってラケットに叩かれてできるのそんなことどうやって撮ってんだろうと思いましたけどだから本当に観客が叩かれてる感じなんですよラケットで見てないみたいなねわなんかその映像、ねあとねうん、映像がすごいんですけど、うんね、あとボールをこうそのサーブするときに地面にバウンドさせるじゃないですか、はい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 、その時に地面がコートが透明なガラス板になって、ええ、カメラがその下から撮ってるって映像になるんですよ。床視点もあるってことですよね。ねえ、すごい。どんななんだこれと思うんですけど、これはねカメラマンがねすごく不思議な人でね、ええ、あのタイの人なんですよ。で名前がねものすごく難しいんですが、サムヨムプ、ムクディプロームというカメラマンの、はい。人がやってまして、まあ、ルカ・グアダニーノ監督といつも組んでる人なんですけども、うんうん、こいちいちねなんだこのカメラワークっていうね観客にあまり変なんで笑ってましたけど途中から、うんうん、俺もすごいですねそっか飽きさせないためなのか、ね、はい、はい、これはもう、うん、これはねテニス映画でもあって、はい、非常にエロチックなんですね、うんうん、あのラブシーンなんかもねで、ちょっとなんか音楽的にはミュージックビデオみたいになってて、これは不思議な映画でね、ものすごく新しいものを感じましたね。はい。で、またね、この映画で多分ね、ゼンデヤはアカデミー賞候補になるんじゃないかなと思いますよ。おやっぱりね18ぐらいのねそのチャラチャラしたあのキャピキャピしたねキャピキャピ古いな今表現がいやいや伝わる伝わるキャピキャピはあります全然います私たちは言います、ね、あそうですかはい、はい、女子高生からですね32歳でちゃんと子供もできて落ち着いて、はい、しかもコーチとして一人の、旦那をですねプロ選手として育てるというね、うんうんいうところまで一人年次分けてるんですよ、ね、14年分って結構すごいですよ ねすごいんですよちゃんと32歳の母親に見えるんですよへで高校生の時は本当に高校生に見えるんですわすごいなこれはすごいなっていうね、まあ、彼女はあの本当ファッションモデルとしても今世界でまあトップレベルですけど、はい、だから天が二物も三物も与えててねうん待ったもんだと思いますがあのね
うちの地元のその高校にも時々あの彼氏とトム・ホランドって、はいはい、あの埼玉の彼氏とね、うん、時々現れては寄付してるんですよ、すごい莫大なお金を。はい、なんかできた人だな。そういう、そう、ものすごいできすぎなんですよね。できすぎくんですね、はい、ほぼできすぎくん。というわけでこのチャレンジャーズ本当に面白いんでね、いや見たい、もうあらゆる要素が入ってますんで、テニスよくわかんないですけど僕それでも面白かったんで、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、ちょっと見てみます、はい、今日は来月6月7日公開の映画、はい、チャレンジャーズをご紹介いただきました。町山さん、ありがとうございました。どうもでした。以上、アメリカ流れ物でした。